こんにちは、ソッカー塾の保ですサラリーマン、いよいよですね、もうすぐチャンネル登録1000人いくじゃないですか。いや、身を結ぶんじゃないですか、このまんま、うん。で、あの、暗号通貨のコミュニティにもお問い合わせいただいたということで反応もありましたし、それから日々のね、再生数、結構安定してきたのと、サムネイルがやっぱりいいですね、統一感があって、この形っていうのは。で、伝えるメッセージも、国民に寄り添う、 令和新選組を取り上げてていいいるのももととってもいいと思いますで、えー、私がね本当に思うんですけどもこのチャンネルは私もね細かく見ていきたいなって思うような内容になってますよね、はい、でまし、あ、いと言えば J さんの個人的な意見がもっともっと入っていくと J さんのファンはもっともっとできると思いますこういうふうにね国民のこう苦しさとか矛盾とか憤りとか こういったものに寄り添うう動画っていうのは共感を得るる意味ででどどんんんチャンネル登録起きると思うんですよねで、ここら辺でねやっぱこうもうすぐチャンネル登録1,000人じゃないですかここまで来れたことへの感謝動画とかね今までのこう思い出とかをちょっと語っていくとチャンネル登録した方がより J さんに親近感を覚えてまあチャンネルをねこれからも応援していこうっていう気持ちになるのかなと思います。うん、あのやっぱりねいつも いいねとかコメントとかシェア、拡散とかねしていただいてるってことに J さんからメッセージ伝えてもいいんじゃないかなと思いますよね、うん、まあでもほんとね1000人リアリティあるでしょ始めた時はとてもとてもいかないと思ってたでしょまあ基本顔出しもしてないじゃないですかでもやっぱりね絶え間ぬ動画更新がサラリーマンというお忙しい中でもちゃんと実を結ぶということだと思いますえー、ぜひね ズームライブで対談してねお祝いさせていただきたいと思います。今 YouTube をやってる方の励みにもなると思うんですよ。いや本当にねよくやってくれました。はい、では引き続き頑張ってください。お疲れ様です。